一食中プラス愛です。来週会えますかの KDS。 許されない、機械も息もできない、狂気は私の愛なんですよ。みんなは良くて私はダメなんて、理不尽ビトゥインレイアンダイ、重いから重いから捨てようだなんて、そんなの絶対無理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 。食欲ない、眠れない、髪もボサボサ、だからどう生きていけばいいのを教えてくれなきゃ私になれない。一食中マイナス愛ミスよ。こんなに一途でキュートなハート勝ちまみれ泣いてる終わりだ。あなたが踏んだの私の愛なんですよ。どうかしちゃうよ、このまま好きだよって言うのも好きなのに、気持ちはアンコントロール、迷惑だってちょっと、ねどうしてねどうして認めてくれないの。だいだいだって好き好き、だいだいだいだって大好き、だいだいだいだって好き好き、だいもんだい。他の誰も私はいらない、君が笑えるならどんなこともやれるなんて思ったんだよ。息が詰まるほどに縛り上げた幸せはもうここにはないよ。また会えたなら君に何をどう言うだろう。一食中プラス愛ミスよ。来週会えますかの K です。許されない、生きがいも息もできない、狂気は私の愛なんですよ。一食中マイナス愛ミスよ。こんなに一途でキュートなハート勝ちまみれ泣いてる終わりだ。あなたが踏んだの私の愛なんですよ。好きだよって言うのも好きなのに、気持ちはアンコントロール、迷惑だってちょっと、ねどうしてねどうしてもういないのね。こんなことして好きだとか資格なんてないよね。罰だらけ、相手決めと文化重すぎてペシャンコ、ねどうしてねどうして私はできないの。だいだいだって好き好き、だいだいだい私のことが好きなら気づいて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 夢を見せてよ。どうして分かってくれないの。嫌いだ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 、二度と触れないで。ちょっと待って、どこからおかしくのため、などこも好きになれてよかったのに。パーッと飲んで誰かに埋めてもらえたら、あなたのこと忘れられると思っていた。友達って殺業良くないけど、繋がってるなら悪くはないね。魂魂生きて病んじゃって、優しくされると余計に辛いけど、冷たくされるの望んでないよ。私だけでいいよって信じちゃってバカだね。え、私のことが好き、気づいて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 夢を見せてよ。どうして分かってくれないの。嫌いだ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 、二度と触れないで。野菜感情は一味三点なんか、レベシあのことのこと呪ってあげるわね。愛した顔を返してよ。嘘つき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 、でもまだ好きだよ。ゴミにするんだ。なんで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 。ねえ、私のことが好きなら気づいて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 夢を見せてよ。どうして分かってくれないの。嫌いだ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 、大嫌いだ。もうあなたは振り向かないの。気づいてる気づいてる気づいてる。
久しぶり、エス君。マヒル。会いたかった。よ。大丈夫なのか？あ、うん。車椅子あったら、一人で移動できるようにもなったし。お前の状態は、指導から聞いている。あ、うん。そっか。尋問に出てこれると思わなかった。全部指導さんのおかげだよ。あ、ミルグラムにもありがとうだよね。医療器具とか車椅子とか貸してくれてありがとうだね。エス君に言うので合ってるのかな。なんでそんな悲しそうな顔してるの？そんな大きな怪我をさせてしまったから。でもこれは、うん、ことこちゃんだと思うからね。エス君が悪いわけじゃないんでしょ？だからってことこちゃんのことも恨んだりしてないんだよ。譲れないものがあったんだと思うし。そんな。あ、いや、うん、もうやめてほしいけど、なんて。マヒル。ごめんね、心配かけて。大丈夫、痛くない。ひどい怪我だ、痛むに決まってる。痛くないよ。嘘をつくな、今指導を。本当だよ、痛くない。あなたに許されなかった心に比べたら全然全然何も痛くないんだよ。こんなの大したことないんだよ。あれからずっと聞こえる私を許さないって声。エス君の、誰の、わからない。わからないけど、ずっと聞こえてた。マヒル、落ち着け。私がやったこと、そんなに悪いことなの？私はただ、みんなと同じように、普通の恋愛をしてただけ、してただけなのに。なんでそれが許されないの？ねえ、なんでなんで、なんで？マヒル。喋らなくてもいい。ゆっくりでいい。ごめんね。エス君のことが嫌いとかじゃないからね。深呼吸しろ。大丈夫だ。私は許されなかったのかな。エス君の口から聞きたいな。僕の口から？うん、前も言ったけど、私はただ人を愛しただけ。ミルグラムがどういう映像を見せたのか私にはわからないんだけど、あなたの目にはそう映らなかったの？あなたには何が見えていたの？あなたは何を感じたの？僕の目に映ったのはお前が楽しそうな姿だけだ。恋をしていたんだろう。
お前が幸福であったことは僕にも伝わってきたよ。だよね。とても楽しかったもの。恋したくなった。それは知らん。釣れないな。で、なんでそれが許さないことにつながるの？確かに幸福な映像に見えた。ただ前提として、ミルグラムはお前を人殺しだと言っている。僕はそれを額面通りに捉えるわけにはいかない。ミルグラムが見せるのは本人の心象風景だ。必ずしも客観的な事実を映すわけではない。どうした？まひる、あんまり頭良くないから、わかりやすく言ってほしいな。お前は、お前の都合のいいように事実を解釈している可能性がある。幸せな恋愛は、お前の認知の中だけだというな。と、僕は判断した。それは…ショックだな。 S 君は私が嘘つきだと思ってるってことだね。何かそう思われるようなことしたかな、私。僕は監視だ。お前を傷つけてしまうことは分かっているが、自分の考えは伝える。聞かせて。お前の愛が人を殺したと言っていたな。そうだね。一方的な愛の感情による行動、例えばいわゆるストーカー行為、そういったものの果てに人を殺した、そういう可能性もある。ひどいな。そうだな。私が実際に何かしているのを見たわけじゃないんだよね。ああ、直接的にはな。そう。あくまでミルグラムは三神性だ。結論ではない。現段階ではその線で見ているというだけだ。私と彼は愛し合っていたよ。ちゃんと彼氏と彼女、大学で出会って、私は初めてだったから、うまくできたかわからないけど、普通にお付き合いしていたと思う。私は運命だと思った。彼もそう言ってくれた。そうか。ストーカーなんかじゃない。 S 君からしたら、私がストーカーでもそう言うって感じだろうけども。そうだな。でも決めたの。私も自分の気持ちをきちんと伝える。彼は死んだ。うん。もしかしたら私の愛のせいかもしれない。マヒル。でも、私は普通に人を愛しただけなの。何も間違ったことはしていないと思う。そして、私は愛なしでは生きられない。なぜそこまで？人を愛する尊さを知っているから。人を愛した瞬間に、変わる世界の美しさを知っているから。私を許さないということは、私から愛することを奪うということ。それは生きていないのと一緒。水が飲めないこととか、空気がないことと一緒なの。だから、この愛が許されないなら、
死んだって構わない。琴子ちゃんの行動だって大した問題じゃない。彼女も彼女なりに戦っているんだと思う。だから私は咎めない。私も私の愛が間違っていないと思うから、私の愛を恥じないでいたい。S 君がどう思うかで何かを変えたりしないって決めた。圧倒された。すごいな、お前は。お世辞でなくすごいと思った。褒められてる？かもな。そんな状況で誰も恨まず強くあって、他人のことも包んでしまえる。なんでそんなことができるんだ？これが愛の力なんす。あ、真昼。レレ調子乗っちゃったかな。お前の気持ちは伝わった。正々堂々第二審もお前を判断する。それでいい。すまない。お前がこうなったのは僕の責任だ。お前を許さなかったことは僕の意志だ。詫びるつもりはない。だが琴子の行動を予測できなかったことは僕の落ち度だ。こんなことになると分かっていたら。こんなことになると分かっていたら琴子ちゃんを許さなかったの？悪い人を攻撃していくって知っていたら、 S 君が琴子ちゃんの罪を見て許したいと思った気持ちも判断も変わっちゃうものなの。これは S 君の信じることをした結果なんでしょ。お仕事頑張った結果なんでしょ。はあ、覚えてるかな。第一審、私お仕事頑張る人好きって言ったの。ああ、言っていたな。私は S 君にお仕事頑張る人好きって言ったから、この痛みも受け入れるよ。だから周りに何を言われても、あなたが思うことをすればいいと思うな。お前がそれを言うのか。うん、 S 君お仕事頑張ってて偉いね。あれ、泣いてるの？S 君。泣いてない。強がりだ。違う。話はここまでだ。続きを見せてもらうぞ、真昼。お前の気持ちに応えるためにも。うん。ふつつか者ですが、よろしくお願いします。囚人番号6番真昼。お前の罪を訴え。